お元気ですか？僕趣味です。今回は2022BBM ベースボールカード東京ヤクルトヒストリー1950年から2022年のカードの今度はね後編で7袋やっていきたいと思います。それではね早速やっていきたいと思います。それではいきます。後編の1袋目でございます。石井和久投手、現在楽天の監督でいらっしゃいます。で、青木宣親、外野手でございます。内藤直之投手でございます。中村雄平捕手でございます。西村隆二投手でございます。2袋目でございます。大谷昭彦捕手、新井幸雄外野手、山田哲人内野手で、福富邦夫外野手、伊藤、これは秋光投手でございます。3袋目でございます。高津慎吾投手、現在監督でいらっしゃいます。竹内慎一内野手、福は徳武貞之内野手、広岡達郎監督、岡林陽一投手でございます。で、4袋目でございます。井原慎一郎投手、石井博俊投手、奥川康信投手、畠山和博内野手、梶間健一投手でございます。4袋目でございます。監督の歴史、野村克也監督の下、黄金時代を築いた時のカードでございます。荒木大輔投手で、こちらですかね、飯田哲也、外野手のね、カードでございます。佐藤真一外野手、上田剛外野手、現在これ YouTuber やってますね、間違ったらごめんなさい。で、6袋目でございます。白石範之内野手、小川淳二外野手、
宮出隆司外野手、宮本慎也、内野手で、畑慎二外野手でございます。で、最後の7袋目でございます。村中恭平投手、川島亮投手ですね。で、こちらがですね、稲葉篤紀外野手のカードでございます。で、石川正則投手 で最後は野村克也監督でございます。はい、ちょっとね、滑りやすいのでね、というかね、整えてね、終わりたいと思います。以上で 2022BBM ベースボールカード東京ヤクルトヒストリーの開封動画を終わりたいと思います。でですね、今後はですね、プロ野球チップスカードもね、強化した、開封予定でございます。第8回目でございます。で、これで次8回目か9回目で、第2弾は終わって、第3弾がね、出ますので、そちらをぜひお楽しみください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。それではありがとうございました。